はい、こんにちは、高田です。昨日はもう大注目の FMC、結果としてはドル売り、ドルが大きく売られました。内容自体僕はそんなにこう大きなね、変化というのはなかったように思います。ただまあ細かいところはね、ニュースなんかもたくさん流れてくるでしょうから、そちらを参考にしていただければいいかなと。ただ僕はこの結果を受けて、ドルに売りが入った、これが大きな事実だと思います。まずこのドル売り、これを中心に相場の方を見ていくことになりそうです。一方でこちらが円指数になりますけども、ちょっと動きが鈍いですかね。少し上の方に抜けそうにはなっていますけども、まだ明確なトレンドは見えていないように思います。FMC はアメリカのね、指標になりますんで、円が動かなくてもこれは仕方がないんですけども、ドルの方に流れが出てきているというこの事実に注目はしたいですかね。すると見ていく通貨というのも絞られてくるかなと。円の方動いてないわけですから、この線というのは少し難しくなってきそう。逆にドル絡みの通貨なんかはすごくよく動いてきそうですから、今日の注目はドルストレートということになっておきそうです。加えて、今日は ECB と BOE、ユーロとポンドの政策金利の発表も控えてます。これも含めて考えても、今日の注目はドルストレートの通貨ということになってはきそうですね。こういった環境を踏まえて、各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。ドルの方に売りが入ったという事実もありましたけども、ユーロもなかなか強いんですね。ユーロとドルに強弱の差が生まれています。結果としてもこのあたり高値圏のレンジを僕は組んでいたと思っていたんですけども、しっかりブレイクしてきました。上昇トレンドの継続の形にもなってはいます。ログゼにとってはすごくいい環境ですかね。もう少しこう小さな波を捉えようと思っても綺麗な上昇トレンド見えてますんで、これはちょっと売っていくのは難しい環境になってしまいました。少なくともすぐにまたこのレンジの中に戻すぐらいの強い売りの流れが突然出てくるとかね、そういった流れが見えてこない限り、ちょっとこの強い流れは継続して見ていくことにはなるかなと。今日は ECB がありますんで、もしかしたらね、そういった流れも出てくるかもしれませんけども、ただ今の事実はブレイクしてますからね、これを見ても、まずは押し目買い、ロングをしていく場所を探っていくことにはなりそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ただじゃあ、どこで買うのかというところで、強いトレンドは見えているわけですけども、波の起点が 1.08 の真ん中あたりですかね。このあたりがサポートとして見えてますから、ここをバックにロングを見ていくと、問題ないんですけども、ちょっと遠すぎますよね。現在は 1.10 に乗せようかといった動きになっているわけですから、買っていこうと思うんであれば別のサポートをこのあたりに見つけていかないといけない。どのあたりが押し目買いのポイントなのかというのがある程度こう見えてこないと買えないですからね。ですから、強い流れが見えてます。会話を見ていきたいなとも思うんですけども、実際買っていくには少し時間はかかってくるかもです。今日の仕事はこのサポート探しになってくるかなと思いますけども、このままのペースでどんどんと上げられてしまったら、ちょっとついていくのは難しいかもですね。ただ調整挟むかもしれません。ユーロも政策金利の発表を控えてますからね、少しこう神経質な動きになってくるかも。押し目買いをしていくチャンスは全然あるんじゃないかなと今は思ってはいますんでね、慌てて上の方で買うことのないようにしっかりこうサポートを探していく、これをまず大事に考えていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷え性を重ねています。このユーロ円全然結果が何も出てないですね。ECB でユーロが動いてくるんなら一つの流れは出てくるかもですけども、今のところは完全なレンジ相場です。もともともう少し大きなサイズ、今年の初めから大きなトレンドが出てました。この動きが今ちょっと落ち着いてきてるんですよね。もう少しこれは時間がかかってしまうかもしれません。つまり円相場が大きな動きが期待できないと。そんな中で今日はユーロは少し動いてくるかもしれませんから、その動きについていく。そういったのも全然ありだと思いますけども、今ドル動いてますからね。それを考えれば、このユーロというところに注目をしていくんなら、対円で見ていくんじゃなくて、対ドルで見た方が僕は面白いと思います。ユーロ円は今様子見でいいんじゃないでしょうかね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷え性を重ねています。このポンドがちょっと元気ないですね。これも BOE、今日ありますんで、その結果次第でポンドの流れも変わってくるかもしれません。ただ先週先々週とこのポンドは強かったんですけども、今週ちょっと元気がないです。高値抜けてないですよね。ユーロと比べてもらったらこれは明らかだと思います。上値かなり重い状況ですね。ポンドが元気がない。ただじゃあ売っていけるのかというと、ドル今かなり弱いですから、売りも少し警戒してしまいます。このドル売り環境が続くうちはポンドの弱さというところが少しこう足を引っ張ってしまって、動かないということになってしまいそうで、ちょっと面白くない動きになってきそうですね。このドル売り環境を見ていくんならブレイクしているユーロを見ていけばいいかと思いますので、ポンドドルはその間はお休みでもいいのかなと思います。ただどうなるかわからない。例えばこうドルに強い買いが入ってくるとかね、そういったこともないことはないわけで、こういったドル買い環境が生まれてくるんならこのポンドの弱さが生きてくるかもですね。
ただそれを今すぐ見ていくものではなくて、あくまでドルに買いが入ってきたらという、まあ、そういった環境があればということになりますんで、今はそれは様子見でもいいんじゃないかなと思います。もしくはこの高値を抜けてくれば環境が変わってきそう。まあ、これは今日の BOE、ポンドの施設金利の発表で、まあ、少し動きは出てくるかもしれませんので、注目はしてもいいんではないかなと思います。ただ今のところこうあまりね、積極的にやっていくような通貨ではなくなってしまったかなと。今週僕ポンド結構注目してたんですけどもね、ちょっとつまんない動きになってしまいましたね。まあ、レンジの下から買いが入ってきてますんでね、まあそういった意味では昨日はこう買いやすかった場面っていうのはあったかと思いますけども、ただやそれを言うんであれば今現在地、レンジの高値付近に来ていますんで、これを見てもロングは少し慎重にはなってしまいますね。特にこうドル売り目線で見ていくんなら慎重な判断は必要になってくるかと思います。まあ基本様子見でいいかと思いますね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。このポンド円も大きなレンジを見ていたわけですけども、現在はさらに小さなレンジになってきています。年末年始とよく動いていたんですけどもね、まあ、だいぶ値動きが小さくなってきたのかなと。ただこの小さなレンジから少し抜いてきています。下の方に抜けてきているこの動きがあるんですけども、まあ、これポンドが弱いからですね。若干円の強さというのもありますけども、やっぱりこのポンドの弱さというのが目立っているかと思います。であればまあこうレンジの上から下まで売りを見ていくのは面白いかもですね。ただここまでの大きな動きを見ていくためには円の方にも大きな動き、トレンドは欲しいところです。ただまあそこまでの環境は今はないかと思いますんでね、まあこういった大きな動きを期待していくのは少し難しいかもしれません。あとは今日の BOE ですね、まあ、この結果次第でポンドの方に流れが変わってくるかも。先週や先々週のこのポンドは強かったですからね、流れが変われば押し目買い、こういったのは入ってくるかもしれませんので、まあサポートは割れてはいますけどもね、一方的に売りを見ていくのはまだタイミングとしては早いのかなという気はします。今日のこの BOE の結果、まあ、それでもポンドに元気がないんであれば、まあ、売りを見ていくのは面白いかと思います。もう少し、今日の値動き、判断してからでもいいのかなと思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。この5ドルすごくいい環境ですね。まあ、特に先週からこの5ドルかなり強かったんですけども、まあ、いいトレンドがしっかり出ているかと思います。昨日もドル弱かったですからしっかり買いが入ってきました。まあ、これをブレイクと見ていくのかどうかというのはこれは少し意見は分かれるかと思います。もしかしたらまあ調整レンジの、高値と、まあ、見ている方もいらっしゃるかと思いますけども、ただ僕はすごくやっぱり強いと思っています。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。今週のこの週足を見ていただきたいんですよね。下ひげつけた形で高値を更新しそうになっています。相当強いですよね。まあ、もちろんこの週足はまだ閉じていません。まあ、残り木金と2日間ありますんで、この2日間で潰されたら少し嫌な形はありますけども、まあ、強いトレンドしっかり見えてますんで、このような下ひげをつけてきたんであれば、高値更新ぐらいはしっかり見たいところですね。まあ、そう考えると、目線はログ、買い場探しになってくるかなと。まあ、結果売りが入ってくれば週足環境にも変化は出てくるかと思いますので、その時に改めて判断はしていこうかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくと直近高値、まあ、少し抜けてますけども、これをブレイクと見ていくのかどうかは少し意見分かれそうなところですよね。ですけども、まあ、高値圏ですから攻防はすごく起こりそうな場所、調整レンジになってもおかしくはないですから、上の方でロングをしていくのは少し慎重にはなりたいですね。波の起点が 0.70 の60あたり、ちょっと現在地から見ていくと遠いです。ここは足場にロング見ていくのもいいんですけども、まあ、それなりにこうリスクも大きくなってしまってますんでね、別のサポートを近くに探してロングをしていくのもいいんじゃないかと思います。ただこのサポートを探していくにはそれなりに時間ってかかります。まだ抜けたてですからね、サポート全く見えてない。このままどんどん行く可能性もあるかと思います。この動き出てくるともうちょっと難しいかと思いますので、なるべくならこの調整の形をまずは見たいところですね。ということで、もう今日このサポート探しが僕の最初の仕事になってきそうです。もうもちろんこれ見えてくれば積極的なログ、見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。これも直近高値、なかなか抜けそうで抜けない状況続いています。まあ、つまりレンジ相場ですかね。高値圏での攻防という形を、現在も見ています。何もまだこれ決着はついていないかなと。決着見ていくんなら円の方にトレンドが出てこないと難しいのかなという気がしますね。ただもう少し僕は時間かかってくるんではないかなと。年末年始よく動いていたこの円ですけども、まあ、今流れが収まってきてます。まあ、1ヶ月以上ですかね、相当大きなボラが続いてましたけどね、まあ、今はそれが収まってきたわけですね。調整にしてまあ1週間ちょっとですか、期間としてはもう少しやってもいいのかなというふうにも思います。まあ、もしかしたら動いてくるかもしれませんけども、そういった調整の動きに備えていると、まあ、なかなかね、大きな動きに対応も難しいかと思います。今は焦るような場面ではないのかなというふうに思いますね。高値圏のレンジを意識してトレードしていくんなら、まあ、上から売る、下から買う、こういったのも続けて見ていけばいいかと思いますけども、大きなトレンドはまだ期待せずに見ていこうかと思います。
はい、ということで、明確なトレンドが出ているのがユーロと豪ドルですかね。まあ、特にユーロに関してはレンジから、しっかりブレイクしてきています。今日1日ありますんで、そこが少し難しいところですけども、逆にまあ調整の動きになってくるかもです。いい押しが入ってくれば一旦は拾っていきたいですね。あとはこの豪ドル、日足だけを見ていけば直近高値、つらわせの状況ですから、まだブレイクしていないと、見てもいいかと思いますけども、ただ週足環境を見ていくとやっぱり買いたいですね。高値更新も全然ありそうな、それぐらい強いトレンドが出ています。今週1回下を試して戻したというこの動きも大きいかと思いますので、これもロング目線、買い場を探っていきたいですね。ただこう近くにサポートがない、これユーロもそうでしたけどもね、やっぱりこのサポートがないんでね、このサポートをまずは探していくところから今日は始めていくことになるかなと。 ACB と BOE、 このあたりがまあ動くポイントにはなってくるかと思います。まあ、こういったイベントに注意をしながら、ドルを売っていく環境、意識して見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。